つです。研究生のひよりです。ちょっとつぐみです。研究生のひなのです。研究生のゆりです。はい、ということで今回はスノーコーナーです。え？スノーコーナーじゃないです。え？何ですか？もう？みなちゃん、次の企画ってなんだっけ？質問コーナー。あれは次の企画です。どっちに？ちょっとみなちゃんには今から次の企画でスマホの抜き打ちチェック、中身チェックをしてもらおうかなと思ってます。やばい。仕掛け人ですか？うん、やった。ちょっと仕掛け人として、はい、ちょっとみんなのスマホの中身をちょっとチェックしてもらえればなと思ってます。はい、任せてください。風紀なんでスマホの中身が乱れてないかみんなのチェックしていきます。じゃあ早速お願いします。はい、任せてください。自分のスマホを持って。いやー、待って、ね、待って、やー、今回はスマホの中身チェックをしていきたいと思います。やばいよ、返していることバレちゃうって。あ、ちょっとやばい、やばい、返し持ちなのバレちゃう。ごめんなさい。みんな整理ダメだよ。整理しないでくださいね。ダメだよ。LINE の会話とかもしちゃダメですよ。はい、え、ね、ちょっと待って、ね、新学期になってちょっと整理したんじゃない？したよね。しましょう。新学期になったらさ、したくなるじゃん。そうですね。したくなったと思うので紹介していきたいと思います。せーの、レッツゴー。はい、ということでみんな携帯を持ってきてくれましたか？はい、せーの、じゃーん。あ、いいですね、ちゃんとみんなありますね。じゃあまず一つ目、 iPhone ケース紹介からいきたいと思います。まあケースだったら、ケースはまだ全然全然平気。そうですね、ちょっとバレちゃうのがバレちゃうかなみたいな。そうだね、はい、ちょっと個性出ちゃうよね、こういうのね。そうなんですよ。はい、じゃあ早速ケースから紹介していきたいと思います。私めっちゃ黄ばんでる、恥ずかしい。私もです。シーンで買ったなんかプクプクのやつ、うん、ですね。に、あのエッグのシールが挟んであります。かわいい。シンプルザベスト、エッグアイ、エッグアイ。私はそのサンキューワールドさんで買ったこれ使ってます。いいですね。紫が好きなの？いや、紫はまあ好きですけど、まあ、一番一目惚れした。あ、そうなんだ。私もシンプルのベースで可愛いなと。可愛い。私はなんか肩にかけれる、うんうん、紐がつけれるのがついた透明のケースで、今はなんかスマホが浄化されるお守り入れてるんですけど、いつもアプリクラ貼ってます。私は中1の時に買ったあのふなみちゃんのスマホケースをずっと使ってます。で、もともと柄が描いてたんですけど、なんか気づいたらシンプルになっちゃった。なくなってるシリーズね、気づいたら。なのでいつもはプリクラ挟んでます。はい、はい、では早速2項目目、ロック画面、ホーム画面です。はい、はい、私はこの推しがブラックピンクのロゼちゃんなんですけど、の後ろ姿、綺麗な美しい後ろ姿のロック画面です。ホーム画面はなんか変なピンク、蛍光ピンクみたいな、うん、一色にしてます。なんかみなっちゃんっぽい、ね、うん、本当に、はい、髪色ピンクさせちゃってピンク大好きマンなんで。私は恥ずかしいんですけど、恋が叶う噂の、いや、かわいい、もう中1で、ね、で、このホーム画面もこの音が叶うやつ。やだー、乙女乙女ちゃん、絶対可愛い。私は家で飼ってるワンちゃんの写真見て、うん、かわいい、かわいい、タイプ、かわいい、めっちゃかわいい。お名前は、お名前、そう、というショコラっていう、かわいい、かわいい、ショコラっぽい、ショコラ。ホーム画面が、うん、なんかこの間の金曜ロードショーで、うん、プーさんの実写版をやってて、それでなんかちょっと感動しちゃってハマって、あ、プーさん、いいですね、影響、はい、影響されました。私はロック画面は友達の写真、自撮りをピンクに加工したやつ、うん、かわいい。で、ホーム画面も友達
いいですね、はい、どっちも同じ友達で愛が愛がございます。私はココミと最近遊んだ時のプリをかわいいね、かわいいロック画面にしてます。すごいめっちゃ上手ですね。ホーム画面はあぽい、すごいめっちゃちゃっぽい、ね、これ絶対大変。生配信の時からずっと黒と白で雰囲気合わせたやつを使ってるんですけど、めんどくさくなってついたとかそのままにしてます。すごい、これめっちゃ大変だよね、やっぱり、うん、これもまだね全然あれじゃない、全然いいよね、ちょっと余裕な感じですけど、すいません、ちょっと全然大丈夫、全然大丈夫、はい、はい、ごめんなさい抜き打ちなのに。あ、いいよ、はい、全然いいよ、全然いいよ。続いて、はい、LINE の着せ替え、あ、あ、全然私は LINE の着せ替えはキティちゃん、え、かわいい、使ってます。え、それ買うか迷ってたんですよ。え、かわいいよね、これかわいい。そう、私キティちゃん好きなんですけど、うん、キティちゃんのやつにして、なんか今ちょっとアイコン、 LINE のアイコンいいのないかなと思って、ないから今着せ替えのなんか LINE のアイコン設定してない人がなるやつ、うん、になってます。はい、私はシンプルなホワイトを使ってて、前はずっとブラックを使ってたんですけど、暗くて目悪くなっちゃって、なのでホワイトにちゃんと視力が良くなるようにホワイトの方がいいんだね、変えました。私も同じでホワイトのやつ使ってて、でもすぐもう前なんかディズニーのなんか花火みたいな、なんかよくわかんないやつ使ってたんですけど、なんか飽きちゃって白にしました。シンプルが一番ですよね、はいはい。私は夜に布団入りながらスマホ結構触るんですよ、1時間ぐらい、うん、でその時にちょっと明るいと目痛くなっちゃうじゃないですか、うん、なのでブラックに、あ、逆にそうですよ、目に刺激与えないためにブラックにしてます。いいですね、私もブラックにしてるんですけど、 LINE が一回アカウントが飛んじゃって、うん、その前までは青色の着せ替えとか使ってたんですけど、今はもうコインなんもないからそのまま放置してます。え、着せ替えも全然あれだね、ね、シンプルな人が多いのかな、私以外さ、みんな、まあ、私もしれないけど、わけありだけどね、わけありだけどね。ちなみに着せ替え持ってる人いる？ない着せ替え、持ってない、持ってない、持ってない、嘘、出ますように。私めっちゃいっぱいあるんだけど、見せてください。え、私はスマホホワイトとスヌーピーのなんかサーフアップみたいな、あとベティちゃん、あ、ベティちゃんも好きなんですよ。このパワパフガール、あ、かわいい、これめっちゃ使ってた記憶ある。あとケアベア、あ、銀河って、え、これめっちゃかわいかった、銀河、あとはハローキティですね、新しいやつ、クラシックリボン、おすすめです。本当にもみなちゃんって世界史。では続いて4項目目、 TikTok の検索履歴、これ一番面白いですから。ココミンの検索履歴な動画見たことあるって言いました。見ました。変ななんか納豆なんか変な納豆みたいな検索履歴出てきちゃって、そういうなんか癖とかもバレちゃうんで、みんなに、ね、ゆで卵とかじゃん、ゆで卵かも、あ、なんかそんな感じのですね、ゆで卵でも、でもね、ゆで卵でもおかしい。じゃあ私のから、せーの、じゃん、中国語ラップ、あ、中国語ラップはかっこいい、かっこいい、じゃらじゃらりだだみたいな、パパにちょっと見せたくて中国語調べました。思った、なんかね、オムニー、オムニーで、なんかお兄さん研ぎすぎた包丁みたいな出てきて、ありましたね、見たいと思って、研ぎすぎた包丁見たいと思って調べました。なんか普通じゃないけど、うん、そうですね、なんかつぐちゃんとかなんか気になるのかない、うん、大丈夫です、大丈夫です、私結構一般的なんで、はい、大丈夫でした。じゃあ私の、え、ちょっと待って、え、片思い、今日好きになりました、好きな人、すねげ、すねげって大事な命なんだよ。ちょっと待って、すねげでいいですか。はい、すねげ、すねげだって大事な命なんだよ。ちょっと、なんで調べたのかな、どういう系、大丈夫、すねげ、ちゃんと理由があって、あの、テキストパラダイス見たことある、あの、あの、キャワゲっていう歌があるの、歌にハマってしまって、家で結構踊りながら練習してるんですけど、TikTok で調べて、はい、そういうことね、まあ、すねぎだって大事な命なので、この手紙は何で
でしょやったの？あ、これはなんかカスコーンね、のこの歌がすごいめっちゃ上手くて、なんか調べて聞きたいなと思って。そういうことか、はい、結構なんか片思いとかなんか好きな人とかはちょっと乙女なんですけど、可愛い空気とかね、止まっちゃって恥ずかしいです。いいですね。可愛い。じゃあつぐみちゃん、はい、NJK の検索履歴気になる。なんだ、え、めっちゃある。変顔する音源したかったのかな、変顔。あ、そうですね。キキちゃんと勉強くしゃみそれ思った。キティちゃんと勉強した。そう、なんか YouTube かなんで、なんかキティちゃんと勉強するやつがあって、それで、なんかくしゃみするのがすごいびっくりする。なんか途中であるんですよね。すごい調べました。でもつぐみちゃんもなんか全然普通。え、全然普通。ここまでは、ここまでは、ここまでは。私も別に変なないですよ。変なのあってもいいんだよ、全然。全然あのお風呂に落としちゃってスマホを、はい、ちょっと一応やっとこうみたいな。いいねが入っちゃって、急に。そうなんですよ。ちょっとなんか容量とか削るみたいして、ヘルセンターでおすすめありませんって問い合わせしました。いいですね。え、でも全然なんか、全然ですよね。ちょっとさ、なんかゆで卵とかない？最後にやってくれるかな。え、マジゆりちゃん。どうぞ。あ、私の名前が出てる。最近なんかシンデレラバスだった。はい。え、かわいいな。春休みの期間毎日夜ご飯作ってて、女子力だからオムライス食べたくて調べたんですけど、ケチャップがなくて、ケチャップないけど作ろうと思ったんだ。はい、結構卵の次ぐらいに必要なものですよね。オムライスって何みたいな。中華ソースで。中華ソースでオムライスになった。大丈夫。あ、でも中華ちっちゃい。ケチャップがこんぐらいあったんだ。こんぐらいあったらね。これと中華ソースはほぼオムライスです。あ、いいですね。え、なんかさ、このメンバーめっちゃなんか全然変じゃない。それが普通ですから。そっか、コミンがちょっとそうですよ。あれだったのかな。わー、見たいな、コミンの新しい感じで。次はココミンもお願いします。お願いします。では続いてラスト、はい、みんなが一番気になるであろう写真。いやー、お宝顔出てきちゃうから。いや、言いました。彼氏の顔出ちゃう。じゃあストップって言ったらそこで止めるみたいな感じでやるので、私のストップ言ってもらっていいですか。はい、ストップ。かわいい。こちらは中3メンバーでディズニーに卒業旅行行った時の写真ですね。レアガですかもしれない。レアガです。これサーフィン精神出ちゃう。車の中でみんなでこうやって撮りました。楽しかったです。いい思い出。かわいい。じゃあ次ストップ。まずこれはイベントの時にナナと写真撮ったんですけど、その時のまあ変顔写真ですね。素晴らしい。公表して、あ、大丈夫。大丈夫。サービス精神がやばい。この調子でさゆみちゃんもお願いします。ストップ。ディズニーの時の写真。え、うん、かわいい。え、かわいい。全然めっちゃかわいい。女の子。女の子。じゃあもう期待のひなのちゃん。いや別に私も言うとして、ま、彼氏とかね映っちゃったりするんじゃないかなって。いるかわかんないですけど。いや、いますよ。いるかわかんないですけど。出ますから。じゃあちょっとお願いします。はい、ストップ。これは中1の春かな。全然違う。全然違うでしょ。顔にしたでしょ。これはコマーシャルの撮影でご飯食べてる時に撮ってもらった写真です。いいですね。かわいい。かわいい。めちゃくちゃ幼い。幼いね。メイクとか全然違いますよね。こんな、え、今中3です。3? はい。2年目。え、すごい。うわー。すごい。あれ？ちょっと。ちょっと申し訳ないです。予想外よね。嘘でしょ。予想外よね。まあね、あなちゃん男の子いなかったってことですかね。いや、いなかもしれないじゃないですか。ちょっとモテモテですか。いなかった。じゃあ次もうゆりちゃんラスト飾ってもらいたいと思います。はい、ストップ。あらー、あらー、ここみちゃん大好きですね。これは確かここみから LINE で送られてきて、この雰囲気どう。かわいい。ちゃんと保護したってことだよね。素晴らしいですね。なんかあのちょっと思った以上にみんな普通っていうか平和すぎちゃって、もうちょっ
っとなんか自分からもうこれ変だよみたいな、はい、出していいよっていうのある写真ちょっと探してもらっていいですか。はい、あ、みなりん早速。え、早い。待って、最近ちょっと、まあ、チューの練習してて。え、誰とですか。あ、ごめんなさい。男の子。まあ、未来の。あ、可愛い。可愛い中顔、まあ、キス顔ですかね。一つ目。は、可愛い。可愛い。あ、キスしたくなってきた。そう、今度見つめる。じゃ、続いて、はい、こっち。あ、可愛い。ちょっと開いてくる。ちょっとロマンチックな暗さ。キスの時も可愛く行こうよ。相手目開いてるかもしれないから、ちょっと手添えてもらってなんかこうやってやりますちょっと私はごめんね。よく顔にお絵かきする癖があって言ってたね。タイムジーは何かのノリで現代先取りみたいな。あ、そうですね。やっぱり可愛くなってこうみたいな。ひなたに似てるね、顔。あ、似てますか。確かに。ここね、こっちは見たくないかなみたいなところあるんですけど。これはメルペチの三次審査の1日目の前日、私確か夜行バスで行ったんですけど、眉毛のピントってあるじゃないですか、あれをやって行って記念に写真撮ったみたいなことなんですよ。そのままってとか、はい、思い出になるかなと思って、はい、使う時が来ましたね。これ写真が垢抜け垢抜け垢抜けです。はい、私はちょっとシリーズがあるんですけども、マコミが勝手に携帯を撮って、画面をタップしたら撮れちゃう設定なんですよ、ビューティークラスで。だから多分間違え間違えるでしょう。事故がってことだね。で、で私も自分で引っかかってるの。これです。どういう状況。なんかよく白目向いて寝ちゃう。これつぐみちゃんが目をさ、こうやってなんかこういう違う。すごっ。調べがよく僕犬です。あー、いいですね。さすが。はい、ということで今回はスマホの抜き打ちチェックしてみたんですけど、どうでしたか。なんかごめんなさいみたいな。未公開写真も出せたんですけど、まあ、ちょっとなんか普通すぎちゃったので、うん、そうですね。でも私たちはさ、結構まあ清楚、そうですね。あ、でもあれ清純派みたいな、清純派、地元カンナチームなんで、はい、まあこれはマッコン先輩がいるメプチームのやつもちょっと見てみたいよね。確かに、うん、こんな感じで抜き打ち、今回スマホだったんですけど、いつあるかわからないので、最初無駄にドキドキしちゃって、大食いとか言われといて、えドッキリの可能性もあります。気をつけてください。これからやばい、教訓にします。 LINE の規制化とかぜひぜひ参考にしてみてください。はい、せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。